はい、皆さんおはようございます。金曜日もね、久しぶりの動画ですけどね、皆さんね、おはようございます。金曜日もね、よろしくお願いしますね。今日行けば明日休みなんでね、休みですね。早いね、1週間経つのね。今日はね、久しぶりのパン紹介ですね。今日はね、セブンイレブンさんの新商品ですね。レモン&クリームホイップクリーム、ホイップクリームですね。レモン&ホイップクリームなんですね。まあ、こっちで食べてみましょう、最初に。美味しいのかな、セブンイレブンさんのホイップ。いや、最近ね、ローソン行くとね、山崎パンが多いね。山崎パンとかね。これ美味しいですね。なんかレモンの味がして美味しいです。美味しい。あ、口の中でね、レモンの味がね、する。すごいです。いや、今日も雨降るのかな、今日は。晴れんのかな、今日は。これいけますね、これ。このレモン&ホイップクリームいけますね。そんな甘くないし。美味しいね。これいけますね、このパンね。いけます。こんな感じだね、こんな感じ。非常に美味しいですね。非常に、非常に美味しい。いや、レモンの味がして美味しいね、これ。レモンとクリームがあって美味しい。皆さんも、ね、ぜひね、レモン&ホイップクリームね、セブンイレブンさんに売っててね、もしよかったらね、買ってみてください。で、あと続いてね、こちらフジパンですね。ポテト&ツナですね。ツナ、これも意外と美味しいんだよね、これもね。ポテトの味がして美味しいね。
このパン美味しいね、うん、このフジパンのポテトツナ、ポテトと&ツナ、今日も暑くなるのかな、今日もね、うん、皆さんもね、熱中症とかにね、気をつけてくださいね、うん、水分補給もね、いっぱいとってくださいね、暑いんでね、まあ、自分は朝、会社行ったらね、会社の自販機でね、最近ね、マッチ飲んでます、マッチ美味しいんで、ポテトとツナの味がして美味しいね、うん、これ、うん、こんな感じだね、うん、はい、ポテト&ツナパンのね、紹介でしたね。もしよかったらね、チャンネル登録とね、グッドボタンよろしくお願いします。はい、ではまたです。